に個人的な恨みはない。でもごめんなさい。死んでもらうわ、ルル。三首長、お呼びでしょうか。ああ、来たな、コロネチョコ。君に頼みがある。はい、何でしょう。2日後までに大量の花火を用意してくれ。え、失恋ですか。え、なんで、どういう思考回路。あ、いや、ネズミ花火でも見ながら一人でチルとエモに浸るのかなって。浸らないよ、何チルとエモって。そして、ネズミ花火ではない、特大の打ち上げ花火だ。分かっているだろ、2日後は。往生祭ですよね。分かってますって。それにしても驚きましたよ。どうして今年はこんな刑務所で往生祭をすることになったんですかね。ふっ、何、おそらく深い意味などないさ。王のおたわむれだよ。おたわむれ。ああ。ところで、君は今世界は平和だと思うかね。え、まあ、特に戦争してるわけでもないですし、平和なんじゃないですかね。そうか。デブフィック監視長は平和だと思ってないんですか。いや、私は多くの人の意見を尊重したいと思っている。人々が今を平和だというのなら私もそう思う。そうっすよね。だが、これも忘れてはいけない。なんすか。人は優しい生き物だが、人々は残酷な生き物だ。何やってんだ、エリサ。どうしてだ。だから、私にも理由があるの。あなたを殺さないと。違う。一番気が緩むトイレの時間を狙ったんだろ。命令に従わなきゃいけない理由があったんだろ。でもじゃあなんで俺に話したんだ。本気でやる気ならちゃんと不意打ちすればよかっただろ。わからないの。どうしたらいいかわからないの。エリサ。10分経った。時間ね。戻るわよ。王様、お夕食の準備が整いました。メニューは？本日のメニューはブルゴーニュ風エスカルゴ、シェフの気まぐれすぎパスタ、最高級ステーキ。気分じゃない。はっ、ではすぐに別のものを。あれが食べたい。あれ。はっ、あれと言いますと。あれだよ、寿司。